ソ連、ドーピング告発の赤澤幸則に、正直信じられない、音声データの会話は認めるも潔白主張。総合格闘家、平本蓮、26、が2日、弁護士2人と共に東京都内で記者会見を開き、7月28日に行われた格闘技イベント、超雷神さんでのドーピング疑惑について否定。自分は一切、ドーピングに違反するようなことはしていません。自分からもお願いしていません、などと明かした。雷神が言った検査の結果は出ていないが、僕は白だと思っていますと強調した。平本は、超雷神さんで、朝倉未来、32、に TKO 勝ち。一躍時の人となったが、ある X、旧 Twitter、アカウントが平本がドーピングに手をつけていると思われる音声データを公開し、疑惑が浮上。さらに、平本のセコンドについたこともある総合格闘家、赤澤幸則、32、が8月29日までに X で長文を投稿し、平本から相談されて、禁止薬物の使用方法などを指南したと告白。音声データの会話の相手も自身だと明かし、格闘技界を震撼させていた。平本は赤澤の告発文の内容について事実ではないとした上で、音声データの声は自身と赤澤で説明。ただ、実際には赤澤からサプリと言われた薬剤を購入したとした。理由は信頼関係があった赤澤に勧められたため、無下にできなかったと断ることができなかったとし、音声データの会話でサプリを使用したふりをして話を合わせていたと説明。購入した薬剤は赤澤からトレーニング効率を上げるいいサプリがあると説明されていたが、事務所スタッフから風邪薬でもドーピングに引っかかる場合があるという指示を受け、一切使用していないとした。一方、試合前に右膝の靭帯を負傷したため、回復のために注射を打ったと告白。試合まで1ヶ月切ったくらい。何か案はないかと、フィジカルトレーナーに聞いたところ、注射を勧められて打ちました。ドーピング検査に問題がないと。信頼していたので数回打ちましたと語った。平本のドーピング使用を告発した赤澤の一連の SNS での発信については、正直信じられない。特別な事情があるのではないか、などと衝撃を受けたと心境を明かした。雷神の榊原信行 CEO、60、は8月31日に X を更新しドーピングの検査結果を踏まえて、来週後半までには記者会見を必ず実施します。時間がかかっていますが、今しばらくお待ちください、と呼びかけていた。